セブン関連は本当あれですね、あれは完全に雇った側と捕まって雇われた側の方と、あとまた闇で表に出てきてない組織と思われる上の方の部分と全く別なんでしょうね。だからあんなのベラベラ喋るっていうか、あの捜査が進むっていうの、まあ、もちろん日本の捜査がいいとかっていう例もあるかもしれんですけど、トントン拍子になんかあれですもんね、なんか全部歌っとるって感じですもんね。はい、と2019年7月8日本日のピックアップしたニュースの紹介、まずはロシアの宇宙企業ロスコスモスがロシアの月ベースプロジェクトが 3D プリンター技術を使って月面基地の建設を計画していますよと。これ恐ろしいですね。計画的には当然長期で2040年ぐらいをメドにしとるんですけど、そうだな、それだけ 3D プリンターまでだもんな、地球宇宙外へ飛び出しても可能性はありますもんね。さらにはこれソーラー電池の 3D プリンター利用して月の建設なんかの提案もしとってすごいですね。まあ、小型ドローンとかあんなんも NASA とかも要は導入とかできるっていうんだから、地球の技術をそのままあれですもんね、宇宙外へスポット持ってけ可能性はありますもんね。いや、そうきますかっていうところでな、これいずれあれかな、夢物語だけど、何地球外の惑星とかね、星とかそういうところで要は人が降りれるようなところで 5G とかそんなあれかな、その頃あれか 10G とかそんなぐらいかな、なんか高速通信とかそんな風にできるのかな。別にやりたくないけどあれかな、あの地球外から Facebook とか LINE とか Twitter とかそんなね、ね、あのシェアじゃないけど、あのネットサーフィンとかできるようになるのかな。これは別に見たいわけじゃないけど、あれさね、あの月で YouTube 見るとかそんな風にだんだんなっていくのかな。これすごいな。だけどさすがに本当にあの地球外に近いとも言える本当ロシアの技術開発ですよね。これはだんだんこういうのがあれだな、当たり前になってくるんでしょうね。やっぱあれだな、盲目的に本当に目の前でできないっていう可能性を否定せずに、あれですよね、チャレンジ精神が本当必要だよなということで、いい意味でという感じで。はい、ということで次、なかなかこのトークンエコノミー的とこも普及してこんよなっていうのが、ブロックチェーンの総合メッセンジャーのネストリーと個人データ取引プラットフォームのエアブロックが戦略的パートナーシップ締結しましたよ。今回の提携でネストリーアプリケーションにエアブロックの SDK がインストールして、ユーザーのデータなんか収集するためのデータオーソライゼーションのプロセスを提供しますよと。要はこの個人データの収集が可能になってユーザーが保証を受けるってことなんですけど、具体的にはこれエアブロックコミュニティの活性化のためにテレグラムの公式グループがネストリーアプリケーション内のチャンネルと連動して、それでアプリ内でもコミュニティを運営して、さらにコミュニティ参加者に関してはこのコミュニティ活性の保証、要はエッグと呼ぶ仮想通貨を受け取ることができますよ。だんだんこのトークンエコノミーとか言って言っとくけど、なかなかあれだな、ベーシックインカムじゃないけど、結局この発行者の権威性とか信頼性、そこら辺が保証できてないっていうところがあるもんで、それが普及につながらんってところなんでしょうね。だからポイントシステムとかでも誰でも極端に自分みたいなやつが発行してくれ、それあれさね、もう世界の大手とか、まあ楽天とかそういうとこはやってるから、だんだん普及していくっていう面があるから、単純に闇雲に発行しててもエコノミー圏内になってかんとこそはね、闇雲に例えばベーシックインカムじゃないけど、こうやってトークンエコノミーにして活動してもらったら、この場合で言うとコミュニティ内なんかの参加というか SNS とかそんなの活動ですけど、そこら辺を行っていくとトークンもらえるって言って、結局そのトークンをこの発行者側が生み出すのにどうやって生産しとるんだっていうところになると、結局 5% 以上とかの金利を謳う仮想通貨のねえねえ、そういうスキャムチックなのプロジェクトに類似しちゃうってところなのか、なかなかあれですよね。いくらデジタル資産がゼロから生み出せるとしても、無尽蔵にそれが生み出せるわけじゃなくて、さらにそこに価値を与えるってことが全部が全部できるわけじゃないから、なかなかあれですよね。ベーシックインカム的トークンエコノミーっていうのはもうちょっとあれだな、ずれた方向にいっとるとこありますよね。まあそんな意味で取り上げたんですけど、ということで、はい、で次、まあ、これも本当にそれにズンズルんですけど、これ本当にそんなにこれ担保として受けていいのかっていうのが、仮想通貨会社のネクストがテレグラムのグラムトークンを担保で受け入れることを明らかにしていますよ。本当かってところですよね。これ一応はリクエッドがグラムトークンをまあ独自独占販売ってことを行っていくんですけど、これこのトークンに関してこの前もこのテレグラムのところで自分も言ったんですけど、このテレグラムオープンネットワークのリリースまで利用できなくて、これ要はこれユーザーに関してはこのグラムトークンを担保して提供できるかも不明で、よくあれだなって。ただもう本当テレグラムがやっとるからっていうところで、そこで担保にしていくだけだって、全くあれですよね、先の見えんところの資産価値ですもんね。あのメインネットとかどうのこうのとか、もうそういう段階じゃなくて、価値が上がる可能性は確かに高くて、それは否定できなくて、先行投資なら分かりますけど、
ちょっとあまりにも不透明すぎますわね。あのリリース段階、実装段階とかじゃないの、まあよくやってたなって、まあ、何らかの目論見があったと思うんですけど、まあでもあれか、自分が Facebook に全突破しとるようなもんだから、 Telegram は別にあれだもんな、個人的にも全突破的プロジェクトの存在だと思ってるから、そう考えればあれだけど、ただちょっとあのプロジェクトの内容とかこの辺のトークン的にはあれだよね、不透明すぎますわね。全部が全部こんな風に盲目的に信じてやってたら本当にあれだね、破産していくわってところですわね。まあどうなっていくのやらというところで、はい、と次トラベリビッツのベータ版アプリが公開されましたよと。これによってライトコイン、バイナンスコイン、ビットコインでフライトやホテルなんか予約が可能になりますとのことで、特に本当にこれは何だろう、日本以外に完全に向けてのところで、世界的にこれ利用できるところでいうと、ロンドン、バリ島、パリ、タイ、シンガポール、ブリスベンなんかで、まあ、本当にあれですよね、日本とは無縁ですよね。と同時にだんだんこの旅行とか飛行機とかそこら辺もあれですよね、仮想通貨の受け入れ、まあこの場合でやっぱどうしてもビットコイン中心にバイナンスがサポートとかしとるっていうのもあって、そこら辺をやっぱフィーチャーされていくのもありますけど、ライトコインとか無難なあれですよね、やっぱ時価総額上位の方に来るでしょうね、リップルとかイーサとか。どうしてもあれですよね、流動性とかそこら辺のハックとかの懸念を考えるとどうしてもそうなりますわね、というところで。にしてもあれだな、バイナンスはじわじわと本当に支払いから開発からトークンセールから取引所から本当プラットフォームの幅を増やしとるよな、というところで。はい、次。これももう完全組織絡みなんですけど、結構これなんか逮捕されてベラベラ喋るよなっていうのが、セブンペイのセキュリティホールをついた事件について、逮捕された人が7、8人の ID やパスワードを使ったと供述していますよと。これ一応はなんか面識がなくて、多分あれなんでしょうね、完全にこの日当とかで日雇い感覚で雇われてやれって言われたから、全部が全部知らんのでしょうね。そりゃそうだな、上の方も何捕まって喋ることは分かっとるから全部喋らんすわね。本当に本名とかも多分明かしてないでしょうね。連絡先も1回だけ教えてもう消えちゃうとか、そこら辺は用意周到にやっとうでしょうね。もうこれもこんな完全なんかあれですよね、日本以外の本当に海外組織のなんかね、そこそこ有名そうなところのなんか末端みたいな感じですもんね。これは世界的にこういう新興サービスとかのセキュリティの穴とかとか、そういうとこを狙ってるような感じですよね。あのゲームの攻略とかでいうと、新ゲームが出た時のバグとか、そこら辺を狙ってそこで何ゲーム攻略してイエーってやっていく、昔のあれですよね、ファミ通とかの攻略をあのリアルマネーでやっていくような感じで、まあ、いろんなとこにアンテナ張っとるんでしょうね。こういうセブンとかだけじゃなくて、日本なんか全くっていうところで、他の国なんかもボロ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 こういうことはあれなんでしょうね。どこの国とかどういう組織だか何が出てくるのかわからんけど、なんかこれあれだな、でもこれよう喋るなと思って、日本の捜査が早いのか、この犯人たちが それほど大したことないのか、多分全く組織と関係なくて雇われただけの末端だから、もうなんか逃げたいとかそんな感じで、もう喋って楽になろうとかそんな感じなんじゃないかなと思うんですけどね。あの守る必要がないというかな、かばう必要がないとか、そういう感じじゃないかなと思うんですけど、でも本当あれだな、まだまだ続きそうだけど、日本の捜査が早いのか、本当に犯人が口が変わるのか、どっちなんだろうってところで。はい、次。なかなかすごい額というのが、X 線発生装置の製造企業のオーサムレイが、カカオベンチャーズから22億ウォンの投資誘致しましたよと。日本円換算で2億強ほどですか。ここは何をやっとるんやってことなんですけど、この超小型の X 線を利用して微細粉塵を解決しようとしてるんですけど、もうやっぱあれだな、韓国らしいよな、この大気汚染とかそんなんじゃないですけど、この X 線に関しては電子を物体に消接させて発生した電磁波を意味する一方、空気中の汚染物質をイオン化して急速に浄化する方式として、このオーサムレイに関しては X 線装置のフィラフィラメントじゃなくて炭素新素材のカーボンナノチューブの繊維を利用しとるんですって。これによって有害物質のオゾンを発生しなくて空気浄化が可能で、まあここの言葉の地面だけで聞けば確かにすごいけど、でもあれだもんな、カカオベンジャーズが投資しとるんだからそれなりだろうな。これさらにこのオーサムレイのこれすごいのが、これナノ素材なんか専攻した5人のソウル大学の先生と5人ですよ。で20年以上のこの X 線装置の専門分野の専門家で構成したチームなんですよ。これほんと少数生でこれすごいですわね。このソフトバンクとかでもしっかりやっぱこういうとこのあれだよな、ベンチャー企業っていうとこじゃないですけど、本当に金の卵を見つけてくるのがすごいよな。こういうのじゃないとこんだけの開発とか研究しとるとこで巡り合えんすもんね。だってこの X 線の装置の理屈に関してはこれまだ全然知らんかったですもんね。まあお前は知らんことばっかりやってことなんですけど、へえ、ほんと知らんかったってことで勉強になりますよってことで。はい、じゃあ次。コリア大学傘下の3つの病院で韓国内初めての SK テレコムが受注した LTE ベースの電子契約システムを構築しましたよ。コリア大医療院の3つの病院でこれ2100以上の書式を開発完了して、 LTE 専用のタブレット環境で Wi-Fi 接続が困難なところでもこの電子
契約業務処理が可能になるんですって。で、さらにセキュリティのために VPN 環境を構築して外部のアクセスなんかも遮断して、すごいですね。 Wi-Fi 用のタブレットも150台各病棟にこの病院の無線 AP 利用して電子契約をできるようにして、さらにこの350台ほどの LTU タブレットも追加で導入して、要は外来信者なんか無線 AP がないところでも LT ベースの電子契約ができるようにしました。すごいですね。そうだな、このシステムさえ構築すれば、例えばこの病院内とかだったら逆にネット回線につながる方が安全というのはありますよね。あのハックの問題という意味で、そっちの方がいい状況ありますよね。不特定多数とかだと Wi-Fi とか必要になるけど、病院内だったらもうそこのシステムだけで完了して、要はもう外部をシャットダウンするような感じの方がセキュリティ的にやられる可能性が少ないですよね。確率としてあるんだったらもう完全内部とか知っとる人になるから追及はしやすくなりますもんね。まあそんな状況は誰も望まんですけど、病院もあれだな、本当やっぱこういうセキュリティ面問題だな。どこの業界もそうですよね。これは車だろうと重機だろうと、本当に家の建築とか全てにしたって何らかのやっぱあれですもんね、ネット関連が絡んでくるし、あの無線通信しないっていう状況はないから、本当あれだな、セキュリティ面どの業界どの分野に関しても、構築が必要ですよねってところで、はい、と次、まあ、そんな感じでわざと最後にセキュリティを歌ったわけじゃないんですけど、セブン&アイホールディングスがセブンペイの不正アクセスからセキュリティ対策プロジェクトを設立しましたよ。そりゃそうだわな、なってくわな。でもこれセブンに対してはすごい悪い方かもしれんけど、逆にやられてよかったですよね。こうやって内部のそセキュリティ面とか見直す機会になるし、自分たちもこのセブンとかに対してこれ知らんかったとことか、要は二段階認証の甘さっていうのも周知してない人もいるから、そこら辺の認識にもつながるあるし、まあ、結果的に被害に遭ったっていうのはありますけど、いいきっかけだと思いますよね。あのバイナンスでもやっぱそうで、ハックされてからあれだけいろんな開発とか行くと、やっぱテンセントやバイドゥとかもしっかりで、ずっとあれですよね、今あるものを守ってって、これで例えば何自分たちのセキュリティが万全で何もやられてなくて順調に進んでったらあれですもんね、そこら辺の技術開発改善ってのもちょっとあれですもんね、おごっていっちゃいますもんね。まあもちろんハックされんとかヒューマンエラーがなくてセキュリティ的に大丈夫だって、いやそれはそれまでだけど、向上心がなくなりますわね。あの新しい技術のイノベーションにもつながらんし、あのハックされや向上につながるってわけじゃないけど、こんな感じで本当あれですよね、いたちごっこって言ったら言い方悪いけど、やりつやられつつ守りつつ守られつつで、このセキュリティ関連いろんな分野をこうやって技術向上していくんだろうなって。まあもちろん韓国の原子電力とかみたいに全然対策できずに何年もっていうことはありますけど、にしても本当にセキュリティの大切さを本当に感じられる話ばかりというところで、はい、と次、まあまたそんなんでセキュリティ関連じゃないんですけど、こういうとこにもあれなんだな、ハックじゃないけど及んどんだなというのが、東京消防庁の開設しているホームページが不正アクセスを受けていますよ、個人情報の流出は確認されていないって言うんですけど、ゼロじゃないと思うんですけどね、ここら辺は。まあ一応確認されてないされてないでいいんですけど、別に疑った言い方してるわけじゃないですよ。この外部のサイトに誘導されたってことは、自分たちもこれあれなんでしょうね、分かってなかったんでしょうね多分。あ、外部のサーバーがこの委託した会社が運営しとったってことだから、そこら辺のとこですよね。難しいな、ここら辺もそれは外注してプロにやってもやいけど、そこがやられんという可能性もないし、まあ、もちろん自分たちがやるより技術が優れたように任した方が、あのトータルの可能性としてやられんという確率は高くなりますけど、本当あれだな、どこもかしくもこれは、まあ、日本の言葉で不正アクセス、ハック、自分の言葉で言うけど、どういう風でもいいですけど、やっぱこのセキュリティ侵害が本当あれだな、対策が投資すべき分野でコストがかかるとともに、逆にそこはあれですよね、攻略していかんことには、あの食い物にされるとか、本当 この場合で言うとあれですよね、セブンとかでそうですけど、当然顧客のね信用低下にもつながるし、さらにこれからのサービス拡大というところにも影響出るし、あの最悪仮想通貨取引所みたいにハックされて潰れていくっていう可能性もあるから、まあこれが本当あれだな、安全面がやっぱり自動車の運転とかじゃないけど一番のあれだな、必須項目になってきますね、どんな分野どんな業種でも。いや本当にこれ思います。あの文章書いてても結局自分のねブログやホームページがハックされんとか、なんかやられんっていう可能性がゼロじゃないから、特にね売れれば売れたりとかしてくるほどやっぱ狙われる回数とか増えるわけだから、いやほんと痛感させられますということで、はい、と次はオラス。ここら辺はもう世界的に銀行のこの解雇っていうのは
当たり前とは言わんけど、まあ、ちょっと銀行の業種としての転換期になってきてるのは分かりますよねっていうのが、ドイツ銀行が約1万8000人ほどの雇用削減を計画していますよ。これはドイツだけじゃないですもんね。 UFJ とかだって日本で言うとそうだし、世界的にどこの銀行もそうですよね。ブロックチェーンなんか移行して開発しつつ、 UFJ でもそういう部門も立ち上げつつ、既存の分野の人員を減らして位置調整とかしていくってとこだから、部門の調整ってありますよね。さらに日本なんかでもこの長期雇用、要は定年まで働くとかっていう概念がだんだん薄れてても、退職金問わずに早期退職していくっていうケースが増えていくから、銀行だってそうですよね。特にフィンテックじゃないけど、デジタル化が進んでブロックチェーンが現れて、仮想通貨がどうでしょう、ビットコインで10年ぐらいかなってきて、まあ黎明期とも言える時期で、インターネットが本当にあれですよね、始まってちょっとしたぐらいで考えると妥当かなと思いますけど、移行するシフト段階ってことですよね。あの銀行に変わるところの、それが仮想通貨なのかビットコインなのか、またまた変わったフィンテック企業なのか、別のデジタルマネーなのか、ポイントシステムなのか、はたまた楽天やフェイスブックみたいなところなのか、そこら辺は全く誰も想像の範疇でしかないですけど、誰もがでも銀行にやっとって思うでしょうね。そのこのまま成長していく分野とかやりがいがあるとかってより、もっと変わったらですよね、生体認証を導入したり、デジタル化してペーパーレスにして業務改善していくって動きだから、やっぱ古いって古いって感じ取るとかでかいでしょうね。だんだんこれは世界的になっていくでしょうっていうところで、はい、ということでそんな感じで来ましたけど、なんか相変わらずというか、ほんとセキュリティ関連が多いところで、セブン関連はほんとあれですね、あれは完全に雇った側と捕まって雇われた側の方と、あとまた闇で表に出てきてない組織と思われる上の方の部分と全く別なんでしょうね。だからなんかベラベラ喋るっていうか、あの捜査が進むっていうの、まあ、もちろん日本の捜査がいいとかっていう例もあるかもしれんですけど、トントン拍子になんかあれですもんね、もう全部歌っとるって感じですもんね。だから普通組織にずーっとおった人とかなら、あのかばったりとか守ったりとか嘘ついたりとか長引きますもんね。それこそ喋らんとか黙秘とかあるけど、あれも完全に全部あれでしょうね、1から10まで本当に知っとること喋っとるから、だからあんだけトントン拍子で事実が明らかになってくるんでしょうね。と同時にでもあれですね、やっぱりあれだな、言ったけどセブンには悪いけど、見つかってというか怒ってよかったですよね。これはそれだけのセキュリティシステムの穴じゃないけどあったわけだから、早かれ遅かれ出てくるわけですし、これはそれを調べとった組織側ももちろんすごいってことあります。本当あれですよね、だけどセキュリティ的な完全戦いですよね、これはもう。どの分野も全くセブンだけじゃなくて、コンビニと枠問わずに誰もがですよね、本当全国民、それぐらいデジタル化が進んできた代償っていうのは現れですよね、本当に。だからああやって日本のいろんな機関なんかもちょくちょく不正アクセスなんかやられとるケースが多々出てきてますし、世界的にも当然あれですよね、仮想通貨中心にハックが多いのはもう見ての周知の通りだから、そこら辺を制していくのがあれですよね、ビジネスチャンスじゃないけど一番の改善提案になってきますわねってとこで、地味にロシアの 3D プリンターの月はすごいと思うんですけど、はい、ということでそんな感じ、以上2019年7月8日本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じ終わり。